演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラチラファミリーマートのポテチキ3種類を食べたいと思います。ファミリーマートのチキンナゲット、こういうチキンナゲットが結構珍しい気もしますね。唐揚げとかそういうイメージがあるんですけど、チラプレーン、チーズ、辛い、まろやか、ノーマルといった感じでしょうか。どれも美味しそうですね。ではこちらのプレーンからいただきます。プレーンはシンプルなんですけど、噛んだ瞬間に肉の旨味が結構あって、口の中にじゅわーっとそれが広がってきました。お肉の旨味を堪能したい方はこれが一番おすすめですね。2つ目に食べたチーズが、チーズのまろやかな味が前日のプレーンのお肉でよく合っていて、口の噛んだ瞬間にチーズは中にいるわけじゃないんですよね。でも確かにチーズの濃さがあって、それがふわっと口の中に広がってきて、これが美味しかったです。最後のホットアンピリピリとくるスパイシーな感じ、今も残ってるんですけど、これも食べてみますが、これは好みが分かれそうですね。うん、ちょっと舌がビリビリしびれてきましたね。というわけで今回3種類食べてみましたが、今回はどのフレーバーも美味しかったので一別でこちらの点数を出していただきます。普通のなんかプレーンがちょっと下がるかなということが多かったのですが、今回はプレーン自体がまず美味しいので、フレーバーなしでも十分美味しいということで行きましょう。いや、行かせてください。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。